はい、皆さんこんばんは。皆さん、ファイナルファンタジー15発売日が、発売日かな、発売される年が決まりましたね。はい、2016年らしいです。はい、で、あの、今まではですね、日本で先行発売されて、その後輸出っていう感じで外国に行ってたんですけど、今回はあのね、世界同時発売みたいです。はい、ね、これですごい売れてくれるといいんですけどね。で、なんかあの開発も結構進んでて、あと 35% みたいです。はい、あの体験版もちょっとやったんですけど、なんか映像はすごい綺麗だし、召喚獣とかもすごいスケールが大きいんですけど、なんか全体的にちょっともっさりしてましたよね。はい、もうちょっとあれ、なんかスピーディーにやれたらきっと楽しいとは思うんですけど、まあ来年発売されるということで、今からすごい楽しみです。はい、じゃあ、あのファイナルファンタジー14もやってるんですけど、はい、そっちの方もすごい今ハマっててやり込んでます。だいたい黒と召喚やってますね、それは。はい、これであのプレイステーション4の売り上げとかもちょっと伸びてくれるとさらにいいんですけどね。はい、あとファイナルファンタジー7のリメイクも決定されたみたいで、はい、すごい楽しみです。で、リメイクでリメイクについてなんかユーザーアンケート取ったらしいんですけど、エアリス生存ルートを設けてほしいって書いてあったんですよね。でもあそこでエアリスがああなったから良かったんじゃないかなと個人的には思ってますけどね。はい、ではでは、今日はファイナルファンタジー15来年発売しますよっていう動画でした。まあ、ただそれだけなんですけどね。はい、ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。ここの登録ボタンよりぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。では。